え、あの <laughs> 残した <laughs> なんか恥ずかしいそう言われると役に <laughs> うんうん牛すじ食べた <laughs> なんか <laughs> 楽しかった今日。 玉もらいましたちょっと可愛くしようえそれの「甘岐風」何かを。 今日スペインでは人生ゲームをしたんですけど人生ゲーム懐かしくない <laughs> ノラリスやめて <laughs> なんかさやっちゃいやノラ犬じゃないから」とか否定してたけどさいや最初に自分で言ってたわってあつから思ったんだよね <laughs> 最初に自分で言ってた <laughs> 今日スペインで人生ゲームしたんですけど マッチで楽しすぎて本当にやばかったなんか久々久々にそう好きな人たちと一緒に人生を歩みましたタカちゃんこんばんはかずありがとうハート自宅さんキラキラありがとうつよっぽんありがとう 5人で最後にあの1人3,000円ずつ配って余った3,000円をじゃんけんで分けましたおっちゃん三重県のおっちゃんありがとうハートヤッホー三重県のおっちゃん久々の、まあ、そんな久々前も来てくれてたけど久々んさんハートと誰もありがとうユナイテッドさんありがとう東さんありがとうゆうすけさんありがとう えこれ、どうやってギフトもらえ,え見るんだこれか。にゃーごたん、かわちゃん、ゆゆゆさん。ありがとう。たかちゃん、ありがとう。ファンカンだいさん。ありがとう。つじちゃん、にゃーごたん。ファンカンキラキラいっぱい。ありがとう。アイスレモンさん、ty さん。スイビーさん。ロボリン。ありがとう。ギフト、ありがとう。 ね、人生ゲームっていう懐かしい毎日生きてるのが <laughs> 縮小版のあちゃんの頑張りにオイラは嬉しいですいやいや三重県もっちゃんがいてくれればそれで頑張れますよダンス乱入めっちゃ笑いました <laughs> いやちょっとなんか体がうずいてしまった ニコ生で3期にもリコチみたいなのがおるって <laughs> リエチさんリエチさんじゃないもうやばいリコチさんが <laughs> リエチさんじ、ね、ゃちょっとリエチさんやばいリコチさんちょっとなんか師匠がいっぱいいるんだけどどうしよう <laughs> う落としちゃったお電話 さん VS アザミン良よかったよ <laughs> ちょっと普通にあのアザミンさんはちょちょアザミンという名がね広まっているぐらいにあるのでちょっと厳しいですね3期のリコチさんの草 <laughs> いやちょっとそれはなんかちょっと違う違いますねそれは否定しときます 特ん今日はありがとうありがとね今日は楽しかった特林の特林に負けました今日はうん <laughs> これはウインナーウインナー巻きあとクラゲも買いました のいやでもあのー、番組頂い,いた時に思ってあのちょっとテレビをいっぱい見,見て学びました <laughs> 伊藤麻子さ,さんから学びました目指すのは三期のマさんまあ目指すのは STU48 の全員のいいところを取り入れたのあみょんってところですかね <laughs> 分からんちょっとちょっと分からんそれの雪メロディーの話にもなりましたよ紹介してくれたって聞いて嬉しかったありがとね雪メロディー もんもんのあみょん野良犬飼いたいから結婚していやちょっともう野良犬は卒業したので <laughs> ごめんなさい飼えないですちょっとリスなんでこっちゆっくり人生ゲームをスタッフにまかれたけど星になっててちょっと分かんないけどえでもお兄ちゃんが広島まで来てて なんかちょっと嬉しい気持ちになったんだよねあの別にその何だろうえっあたふたしちゃったなんかうんこれからも STU48 をよろしくお願いしますね白たの食べ方誰か教えてくださいなんか助けておでんって食べるの難しくないあそこでよく出ていってよいやなんか <laughs> いや 一回ね避けて吐けたんよでなんか立ってたら体が動いてしまった <laughs> ちょっとでも私の私の本性はあんな感じなのかもしれない 髪が長い。っていいね嬉しい髪が長い人はいっぱいいるんですけどね。b m m a 丸さん、マ a t s コウジマさん、ハルカさん、コマ、MATS ありがとう。キラキラもありがとう。<laughs> そう、トクリンから聞きました。しんのすけさん、マリシーさん、おっとおっとさんありがとう。ST、U、の長谷川なとして、オンリーワンのキャラ、オンリーワンになります。白滝苦手嘘白滝 何か分からず買ったんだけどどうやって食べるのが正解なんですかこれ一本ずつそうめん的なでも取れないんだよねうんえなんかさ味噌とかからしとかもらえるじゃんでももらうの忘れちゃって。 あの、おでん味ノア,ノアノローファーってヒール高くしてるえみんな高くしてる気がするこんばんみょーんこんばんみょーんゆいちなさんやっほーん黒しおさん今日ありがとうねいや中だいいうんさしたい、なんか 飛ぶとかえそういうのちょっと箸じゃ食べづらかった少し少し白滝は糖質えそう今日からダイエットをするんですよ私脳重のロボ後おシ社が来るからです脳重 ああシャ盛りたいと思います役職はなんとですねアスリートでございますもうさちょっと待っておでん食べるの向いてないよね私絶対に大丈夫 珍しくあんまり飛ばなかったシらタキってこんにゃくだって知ってたえそうなんだもうじゃあ細こんにゃくとかでいいじゃんね糸こんにゃくとかでいいじゃん鍋にしらたきなんかね鍋とかねよく家だったけどあのお肉とかばっか食べてて <laughs> そうお肉とかばっか うん、うん、味噌はえセブンで味噌もらって何でも味噌何でもかんでも味噌つけます公園もあのローファーなのいた足痛くならないえならないなんか高校生の時からローファー履いてたから大丈夫そうそうあと中敷きみたいなの入れたりとかしたらならないかも 声の時はほらあの Perfume、ー、さんとかもさ9センチのヒールとか入ってるじゃん。で、まあ、普通はあれで踊ったら脱げるんだけどあのー、なんかバンドみたいなの巻泣いてるって言ってて。 そうそう,そういう感じのつけてますだからバンドが緩い,いと飛んでいきそうになる <laughs> 靴があそうなんだよね私さ太陽の光があるとこで写真撮れないんだよね目が痛いメンバーは靴えなんか靴を飛ばしたら怒られるみたいな情報を聞いたことがある なんかなんかのアイドルのライブに行った時に聞いた気がするあとディスクスタイムもちろんかずありがとう安田うんうんちょっとだけ <laughs> 足は 二十三。とかかな。ね、なんか外だよね。中、中がいいな <laughs>。今年から中とかならないか、ならないか。 つもマさんももさんに教えてもらいたい本当にえ今日あのー、チャンネルで神経,水ん神経衰弱神経衰弱をやったんですけどえっとねんのわびさんかなのわびさんがサーやンさんと リコチーズさんを弾いてて神経衰弱で惜しいと思って <laughs> めっちゃえなんかああいうの持って帰りたかっただからさ s t u のアーシャってさみんな背景がさ若干違うよね だからえいここ最近ずっとメイクさんとアーシャの話をしてるんだけど今日もメイクさんとアーシャの作戦会議してた事前にちょっと横の髪の毛をどうするかとかもうアーシャが来るまで一生アーシャの相談してそうメイクさんに。 でもいいですね。こぼさず飲めるのやない？ねやさ、なんか高校生の頃えめっちゃ恥ずかしいんだけど、高校生の頃ねあのなんかペットボトルとかでお水飲むじゃん。マジでほんとペットボトルの水この辺でさ。 よく一回やっちゃったことがあってさ友達に普通に「なんかやばいよ」って言われるぐらいやばかった時があって怖いよね嬉しいうっち服褒めてくれるの嬉しいかかとえもうかかと絶対に踏みたくない 確かに、ぼかしてね最さっきもメンバーから食材誘われたら「朝が終わったらね」の時期が来たんだでも今日全然バリバリリーチとひいちゃんとからげからげ丼食べた <laughs> まあお昼ご飯だから ンありがとうくまぽんっていうしたくさんにん聞きたいことがね昨日でいっぱいたまったからちょっとこき聞きたいことあるんだよねお話しかやつかで聞いちゃおう嬉しいちょっと待ってご飯を食べているせいか唇がだんだん白くなっていくみんな色つけて。 え、怖い。怖い怖い。あー見ましたみんな X にママメンのママメンが見せてくれたんだけど X にあの自分の唇が取れたのをあげたんですよまあ物理的に唇が取れたんですけど物理的に思考的に思想的に 唇がた,れたんだけどあれ面,面白くないなんか自分で言うのもあれだけどなんかちょっとおもろっと思ってあげたんよ <laughs> しかもさなんか「私の唇置いてあるんだけど」みたいな <laughs> あげたやんなんかちょっと自分で言うのもあれだけどちょっと面白かったんだよね。 X を見れば分かります。 普段、よく喋ってるよおしゃべりって言われるだから愛知のリア友とかはめっちゃ私がもうおしゃべりとかにも程があるぐらいおしゃべりなのしてんの。 え本当にその子もおしゃべりなんだよなんかその子もおしゃべりなんだけどだから自分らが揃うと一生喋ってるみたいな子なんだけどその子にもうおしゃべりすぎてえなんか大丈夫そうって言われるぐらいおしゃべりかもしれない <laughs> まあでも喋るのは好きです結構し。聞くのも好きだから うん、みんな喋ってください <laughs> 喋るのも聞くのも好きなのでノアナーノアナーはどうして踏みたくないのえー、なんか汚くなっちゃうからナーメン質問ナーメンが使っている韓国コスメって韓国コスメじゃないんだよね私シピシピっていうふくれなさんっていう YouTuber の方が プロデュースしてるコスメブランドなんだけど、めちゃくちゃおすすめです。え、ダイスさんの投稿見ました。<laughs> めっちゃ可愛く編集してくれてて、嬉しかった。なんかああいう編集した動画とかあげてくれるのめちゃくちゃ嬉しい。<laughs> この土日、ハロプロさんのコンサートで愛知に出たお土産はブラックサンダーあんまきよかった。お売ってた売ってたよね。 売ってたよね誰に話しかけてるの私 <laughs> 売ってた売ってたなんかみんなにお土産買ってきたのあのシュガーバターサンドの抹茶味みたいな買ってきたんだけどあのー、あれともやったんだよねあんバタークッキーサンドみたいなやつと迷ってなんか米田のトースト再現されてるお土産とかあったり すごいなんかえっ愛知にもこういうお土産あるんだって思ったそんなにおしゃべり好きなんだえっめっちゃ好きえっほんとにうるさい <laughs> うるさいって言ったらダメだけどあのしゃべってます多分ギュワンさんハードありがとう <laughs> 私の友達は踏んでいない子いなかったよ嘘結構えっでもローファー踏むのって結構 カチちっか硬い硬そう足つぼ松崎さんハートありがとうよしここくんキラキラありがとう松崎さんキラキラありがとうなんか言った言ったよちょっとよしたくとくまぽんがのエーペックスの話とかめっちゃ気になるもんえなんかねいいなって思ういつも一人でやってるから <laughs> <laughs> いつも一人でやってるからさ上履き私上履きがクロックスだったからそうなんか <laughs> スリッポンえなんかそう靴が形が汚くなっちゃうの好きくない くるくるさんとナミン話したら朝から晩まで話してそう確かにくるくるさんも <laughs> なんかくるくるさんって見た目なんかすごいおしとやか系女子やんでもなんか見た目と反するあの喋りの技術すごいよね普段面白いことしたり言ったりするのえだからうん友達といるときは基本的に面白いことしてます STU チャンネルの最後のような感じでしたいやでもあの突っ込むのも好きです突っ込みたい突っ込んでみたい自分だけまだルーキー置いてかれたの結構いや クルさんんはね、ね。面白い、ね、なんかえ、でも私くるさんとあずみんさんのコンビネーションがすごい好きでなんか良くないあのコンビネーション <laughs> マジで好きくるさんあずみんさんボケよりツッコミ派いや圧倒的にボケ派なんですけどああいう番組普通に会話してる感じと番組でしてる会話って全然違って結構。 番組で知ってる会話はうーんボケが多いまあ比率的に多いじゃん。だしテレビとか見てても、まあ、まあツッコミうんツッコミの方が。 思うけど自分ツボが浅いから突っ込む前に笑ってしまいそうなんだよね風兄さんキラキラありがとういやマジで、ね、コンビ芸が仕上がってるとかのレベルじゃないぐらい仕上がってるよね素敵って思ったいやクレさんの電話キャラ最高そうそうそう 番組のこと考えたら好きにしてるんクルさんと違たちがってことそうねめちゃくちゃ盛り上げ方がうまいうまいと思ってえそうなんか今までそのこういう生放送とかも3期だけでやることが多かったけど先輩とやってみるとまた3期のいいとこは結構ねみんな結構見つけたんだけど。 先輩のいいとこも今日なんかなんだろう仕入れ <laughs> 取り入れあ取り入れ取り入れられるかなっていう部分とか見つけてめっちゃいいないやめっちゃ楽しかったし嬉しかったしあのベートーベンさんすごいなって思ったそうだスクショタイムか和が言ってくれたからしようかなじゃあ 4枚取ってください1枚目2枚目うんどうしよう何しようかグワングワンポーズしよう はい、チーズ四枚目うん、キノコの山があるからキノコの山ポーズしますあざす、あざす、あざすあ,ざすありがとう撮ってくれて意外としっかりしてるそうなんよなんか今までし、なんかそのそういう ししっかりしてるイメージ持たれてたんだけど自分はあの意外としっかりしてるって言われるのが合ってる気がする <laughs> ツーショットのおすすめポーズ自分は見つめ合うかなベートーンさんいやマジでなんか気遣いも素敵だなって思うしなんかこうツッコミも すごいなんか結構何て言うんだろう詳,詳しいツッコミみたいなのがあるやん詳しいツッコミ例えばなんだろうそれって何々何々や,やんみたいな人,人,人の名前とかで「何々」みたいなことしてるやんみたいなのとか。 マジでんかいろんな人のことを知っててなんか今までの経験もすごいと思ったし努力の積み重ねがすごいなって思いました本当に自分もなんかあこうやってしていけばいいのかっていうのがね思うもん本当にすごいよねだからなんか 誰でもでもきることじゃないからさそそそうそうそうなんかメンバーのプロフィールも出番の前にすごい見てくださってたりとか Twitter とか本当に細かいとこまで見てくださってたからびっくりするしねなんか嬉しいよねだから共演して嬉しいってなるからさやっぱいいなと思った。 そうなのい,りこじいちごさん嬉しいいなちごが入ってるけどねいちごが入ってるけどね3期兼でリーダー的やっていやリーダーでもないんだよね私しきれないから別になんかみんながリーダーでいい気がする3期はそれぞれねなんかそう結構みんな言い合うからリーダーみたいなのがあると逆にねなんかその子が その子以外が言いづらいみたいになりそうだし逆にない方がいいのかなと思う思うトマティンハートありがとうプチャさんありがとうナーミの相方ナーミの相方相方はひーちゃんかなひーちゃんがひーちゃん <laughs> 来月また僕と会えるかなどうなんだろう気になるよね

1ずつ配るとい,うでもいや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 今回はこの5人が手柄を立てましたので <laughs> 何買おうかなって感じやけどねあずみんさんがね「くれてもいいんだよー」って言ってあずみんさんとくるくるさんとナビさんかもっていうなんか「くれてもいいんだよ妖怪」みたいな感じであのすごいついてきましたよ本当に <laughs>。 ちょっと分けたくなった手柄を立てました <laughs> え、見たメイル君。嬉しい、使ってほしいよアズミンさんのまま似てる勝者 <laughs> の余裕気まずい気まずいなアズミンさんマスターになりそう ん、ようこさんヤホー方言は映らないえうん映らないてかなんか関西弁は映ります <laughs> そう関西弁は映るけどこっちの方とか博多弁とかはもう映らん。 け前じゃんけん勝ちましよもちろん1抜けしましたひーたんと安いなメイくんすごかった見たスクショえ嬉しい保安官お話し会増やしてくれてありがとうみんなお話し会も来てくださいい一応しがちゃんねめっちゃコインも貯まってんだけど3連 引いてでもなんか結局引くならめっちゃ引いた方がいいやんだからやっぱりお金貯めようって思ってコンプしたからやめましたみょみょんじゃんけん強かった <laughs> そう今日スペイベでもなんかお宝お宝じゃんけんみたいなしたんですよ3回え三3回勝ったのかな4回中3回勝って。 うん、今日はねじゃんけんじゃんけんがついてた本当に強かったなんかこうやって覗いたら勝ちの光が見えてたの今日今日強かったよ本当に負けましたから一回負けたけど「明二三つけずに呼ばれるようにならないとなえなんかね惜しい さんけ人なんかえ自徳さん」とかめっちゃずっと来てくれるんですけど自徳さんのことはもうなんか自徳さん以外呼べないんだけどそんな感じになってきてる気がするえでも「ゆういゆういちにょん」えゆういちにゃんって呼べばいいのそう3回勝ったそうなんですよ。回は 負けちゃったけどサンキちゃんの五条悟るかちょっとメラメラお会いできちゃったおしお呼びにいまだにゲラゲラ <laughs> いやこれはお塩さんだよお塩さんだよ自宅さんって数発音なんだ えどうやって言うのジトクさん <laughs> <laughs> ジトクさんジトクさんって言うのにゃんはちゃんみたいな感じあじゆゃゆうにゃんゆうにゃん,ゆう,にゃんゆういちにゃんゆういちにゃんか神奈えそうそうえジトクさんどうやって呼ばれてるんですかジトクさんいつの間にかエキメロディって呼ばれるなって なってるの嬉しかったですよえっ嬉しいそう思ってくれてて「雪メロディえでも最近えなんか道を普通にステスて歩いてる時にあの考えてたんだけど「雪メロ」「雪メロ」って呼ぶのもいいなって思って雪メロ」「雪メロ」雪メロって呼ぶのもいいなって思ってたけど「雪メロディって呼んでおりますよなんか 私人の人のニックネームをつけるのが結構好きで高校生ぐらいの時から、まあ、だからノアミョンっていう名前,あ名前がついたんだけどえだからねなんだっけなあなんかも元んか元 あの本の本本がついてるこ,このことをモティって呼んだりしててめちゃくちゃなんか私がなんかアだ名ツ級の結構好きでまあお塩さんもそんな感じってことででも顔は塩顔じゃないんだよなすまんっていう顔好きえ嘘えごめん塩顔と塩顔となんだっけ和風顔みたいな 分からんくてえ和風顔は何え <laughs> なんかママミオンがめっちゃ <laughs> めっちゃ笑いこらてるんだけど助けてどうしようローファー <laughs> ローファーめっちゃ好きやなローファーいいですよ結構道を捨て捨て歩いてる時にそんなこと考えてくけど <laughs> いやなんかそう

乗ったえあれさなんかこの足のさ骨痛くならんめっちゃあの後のあの後はまた別の撮影があったんだけどあの後のもう歩けなくて痛すぎてなんか「う <laughs> ゾゾゾ,ゾンビになりそう」みたいな感じで歩いててあ佐藤が顔確かに。 甘め甘めかもまあお師匠さんはもう十分ビジュアルが高いんですけどねビジュアルを磨いてる人はみんなビジュアルが高いと思う精神です私は自分高校時代クラスメートにありさって名前がいてその子のことずっとあさりって言うんでたあっでもあの舞台で共演した方で あの、ま、ずっと本名でありさっていう名前だった方があさりさんっていう名前にね途中で改名して役者やってる方がいたので結構ありそうおお危ない危ないママメももファン認知してるんかなしてますよ ママミョンにあのよく話しますみんなのことを聞こえるしだって <laughs> なんかそうそうそう聞こえるからえだから結構お師匠さん呼びもめっちゃ突っ込まれた気がするねえ 突っ込んでなかったかも <laughs> 突っ込んでなかったかも渡辺さんありがとうありがとうございますフォローも嬉しいありがとう上ゃ身ちかえ、あれマジで命削られんかったゆういちにゃん私のことを決めろと呼ぶのはミョンミョンが好きな三ンヤンだけかもしれないえ。 そうなんじゃあイケメロって呼ぼうさあやんさんと特任とあそどちーさあやんさんロファーは飛んできますよさっき特に喋ゃべるトップメンバートップスリーバーひーちゃん ひーちゃん,ひーちゃん <laughs> いやでもひーちゃん言うなんひーちゃん言うなんとかりさことかりあちとかいや,いやごめんみんな喋るわ <laughs> ごめんみんな喋るわだってなんかねやっぱその時々で近くにいること喋るからいや本当に仲良くてサンキ期はみんな。 誰とでも全然ほんとにしゃべれますみんなしゃべりますうんみんなしゃべるほんとに近くにいることしゃべってるしゃべりますねだからまあ一番しゃべるのはひいちゃんだけどみんなほ言うて変わんない気がする ーちゃんもみんなもみんな一番喋らない子えっ、ー、分かんないみんな同じぐらいみんな同じぐらいかな結構本当にみんな喋りますめっちゃ仲いいね三期ほん当にあのー、だから共演者さん一緒にやったりする方とかメイクさんスタッフさんとかに 本当に仲がいいねって元気だねよく喋るね仲いいねめっちゃ仲いいねって言われるぐらい何かほんとに仲いい仲いいですえー、分かるめっちゃなんか家族って感じ配信では呼び捨てしないって言いながら直接会ったら 呼び捨てしてしくるからやばいえめっちゃわかるめっちゃわかるで自分もそうしよっかな自分もそうえでも今までさん付け以外で呼べなかったんだけど自分はなんかそういうそういうことがちょっとできません <laughs> そんな可愛いことがちょっとできなくてごめんなさい <laughs> ちょっとごめんなさい私はちょっとなんか普段の呼び方になっちゃう そうだからできないですこんな私でも好きでいてねやったら好きかもしれませんなんかまたあれが表示されてないかも。 ノアピーノアピー,ノアピーさんかな今日ファン増えたんでんでなアセなアセミエポーに「勉強教えて」って言われないごめんけどマジでやばいよ私本当にえもう勉強とは 勉勉強強ととはは決別ししししままたた <laughs> さよならしましたでもだから勉強とはさよならしたけどアイドルとなんか芸能界と「こんにちは」したので芸能界えだからクイズ番組クイズ番組系のこととかはクイズ番組見てみたいなって思う。 し最近はけ積極的にバラエティーとかも見るようにしましたマーミョンさん認知あるっぽいし娘さんは僕にください言うまであるかもしれんどうなんですかねマーミョンはあの「ダメ!」と背中で語っている気がしますそれがミョンミョンのいいところかもしれない <laughs> 確かに みょんみょんはみょんみょんやし。勉強、よりを回そう。ごめんなさい。ごめんなさい。<笑>,笑顔でごめんなさい。うん、勉強してたら禁句やん。本当に禁句やよ。苗字、呼ばれてた。苗字とかあるんや。たけちゃん、神ありがとう。あついさん、にゃほん。平蔵、平蔵、平蔵善持ち。 映像全なんだろう気になる芸能界とこんにちはは好きかも嬉しい芸能界とこんにちはしました ABEX 始めたえっそうなのえっなんか意外なんだけどちょっとまた教えてねちょっとハマってほしいみんなお願いだから ABEX ハマってってぐらいハマってほしいあのー、うん ABEX はやったほうがいいですよえでもなんか なんか流れてきたんんだよね、この前なんか関わってはいけない女子ランキング1位エ p ペックス女子って流れてきてあああああああってなっちゃった私は大丈夫だと思ってます自分は瀬川さんを何と呼んだらいいのえっ何でもいいけどノアミョンとかって呼んでくれたら嬉しいです私はとっても CODCOD CO やったことないんでねパブジはやったことあるんだけど 特ン,ンじゃなかった「ひー」よりは大丈夫でしょ「ひー」そう「ひ、うん、ー」よりは大丈夫だと思いたいあせんべいか勉強号泣してるわ本当にせんべいが分かんなくて号泣されてる嬉しい嬉しいよロブリン 勉強復元したいのはみんちゃん。そもそも付き合った覚えない本当にないですマジで本当にないのですいません関わらないでおきますなんで黒潮さん今日一緒に人生歩んだ中でしょ早くゼロでおいなさいごめんちょっとマリカ買っちゃってマリカ買っちゃったんだよねせいべさんキラキラありがとうツイッチに HK ってレイヤーちゃんのエピやってる赤いバッターえマジツイッチが分からない エーペックス女子結構いるうん結構いる結構いるかなうんいる気がするみんなエイペックスは言えるってなったら何で始めるんだろう何で始めるんだやっぱやっぱプレステなのかななんかプレステなのかなやっぱ マリカワはメイクをえ可愛い,いマリカワマジでヘッドカソなんだよねテストの転生が全科目70点以上ちょっと <laughs> ちょっとそのイメージは嬉しいんですけど消してもらってもいいですか <laughs> 消してもらってもいいですかねはい 嬉しいんですけどそう PS5Apex が分からん Apex が分からないか <laughs> いやちょっといやでもそういうそういううんそういうことに限ってハマったりするよ PS5 買ったほいが全然使ってないいや PS5 に関して本当に疎くてどういうゲームがあるのかも全然知らなくて買ったこともないから。 いいねプレステプレステはやっぱパッドだから結構いいと思うよマリカえでも自分は今集まる動物の森にはまってるから大丈夫お腹が空いた脳みは理系っぽいマジでげく <laughs> マジでえ数学で 恥ずかしいから言えないやっぱちょっといつか言うかもしれないけどデドバ聞いたことあるデドバ聞いたことあるファンカンありがとうレインボスターあつ森そうなんかああいうほのぼのしたゲームはあんまりしない人なんですけどたまにはいいなと思って。 いや、わかんない。プレステ、プレステの情報がうとすぎてわからない。わかんないんですよねー。全然全然に。ということで、そろそろね、ランキングを読みたいと思います。13位、たまティ12位、ダイスさん。11位、ロボリン。10位、ニャゴトン。9位、イソワさん。8位、チャさんのな、ヨしこっこくん。6位、ゆずきちさん。5位、カズちゃん。 4位、クマポン。3位、水美さん。2位、保安官。して1位は、ジトクさん。あ、保安官になりました。変わっちゃった。保安官。ありがとう、保安官。レインボーさん10個送ってくれてたありがとう。ありがとう。 アミーボカードなんか三両コラボのやつ買いましたありがとうみんな今日はスペイベに来てくださった方も STU48 チャンネルリアタイしてくださった方もありがとうございました本当に。 そう、めっちゃ楽しかった。ありがとう、クリスタルブルーさん。活躍する楽しい時間、ありがとう。雪メロディありがとう。ひーちゃん、ありがとう。やすけさん、ありがとう。メロンパありがとう。とまキありがとう。ということで、カレンかなーも、よろしくお願いします。また呼ばれたい。また、STU48 チャンネルに、私が出てたら、喜んでください。 私は喜びますけどこれからも人生歩もうね歩みたいよ私は特に歩みたいよメロンパンハートありがとうってっておやすみなさいみんな温かくしてねまた明日も応援してます辻ちゃんありがとうおむすびありがとうあちありがとうバイバイ X も見てくださーいありがとうバイバイ